ちだよ。新しい友達が増えたみたいでワクワクするよね。まさに強者勢ぞろいって感じだし。うんふんふん、アミにドババーンとお任せ。頑張っちゃうよ。時を楽しもう。我が純朴たる眷属たちよ、無情に過ぎる時には我らも逆らえぬ宿命。だが人たちよ、案ずるな。我らの魂は今のご恩は一体？それに親愛なる人たちは無事かしら？で乗り越えよと。いいだろう、我が力、今こそ解き放つ時。我が使徒よ、今の一撃はゼウスの洗礼。他の神も我らの宴の終焉を嘆いている証拠だわ。案ずることはない。今ここに漆黒の宴のフィナーレも。
題のダンス完璧に覚えちゃったんで先に上がりました。そうですけど、トレーナーさんも私のダンス完璧だって言ってくれたんですよ。それにできることを何度も繰り返しやるのって意味ないですし、全然楽しくないですよ。なんでですか？レッスンは完璧なのに。プロデューサーさんはハッピーライフのために協力してくれるって思ったのにな。そうなんですか？私にはちょっとわからないかも。それって楽しくないことでもやり続けたら楽しくなるってことですか？今日の活動結果はいかがでしたか？プロデューサータスクの進捗を確認しましょう。進捗確認は以上です。プロデューサーさん、本日もお疲れ様でした。食べよう。